この動画ではセンターが実施した共同研究の成果事例についてご紹介します。今回は一般財団法人大日本産師会産師科学技術研究所の主任研究員花の内様にご協力いただきます。花の内様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず研究所の概要と共同研究の経緯について教えていただけませんか。産師科学技術研究所では約200種類の産品種があり、それらの品種の選抜維持に必要不可欠な繭の品質評価を繭検定用自動装置で行っています。そして当初で開発したオリジナル産品種や金棒系産品種の卵を養蚕農家や企業向けに製造しています。また伝統的な養蚕技術を維持継承できる数少ない研究所として、養蚕農家への技術指導や新規養蚕就労者の研修を行っています。当初は産種から絹織物に至るまでの研究成果や現場の技術情報を一民間研究機関から情報発信できる全国でも稀な研究所であり、大学や国公立機関との連携を推進しながら飼育から製品まで産種分野に関する基盤研究に取り組んでいます。産業技術センターとは以前から着心地の良い絹織物の開発について共同研究を実施しており、糸の加工条件の検討や試作品作り、解析装置の利用や解析方法についてのアドバイスをいただきながら研究開発を行ってきました。今回は濃染化を可能にする新しい絹糸の開発に向けてご支援いただきました。具体的な研究内容について教えていただけませんか。絹は染色しやすい繊維ですが、羊毛など他繊維に比べて色の濃さが劣る場合があります。このため染色物の色を濃く見せる方法や染料の吸着を高める方法などの化学加工が実施されていますが、加工剤のムラ付きや脱落による色ムラの発生などの問題があります。そこで当初では絹糸に化学加工を行い、染料を吸着させやすいような性質にすることで絹の濃色染色の検討を行っています。今回は鮮明な色に染色できるカチオン染料や絹によく使われる酸性染料を効率よく吸着させる処理を検討し、同じ量の染料で染色した場合でも従来に比べて濃色に染色できる加工技術を開発しました。染色した加工紙の色の濃さを測定器を使って数値化してみます。なおこの色の濃さの値は数値が高くなるほど染色物が濃く染められたことを表します。カチオン染料の使用を目的として開発した加工紙は未処理紙の7倍も濃染効果があることが分かりました。例えば加工紙と未処理紙と同じ濃さに染色する場合、加工紙は未処理紙の3分の1の染料使用量で済むことが分かりました。センターとの共同研究で良かった点について聞かせてください。産業技術センターは絹糸に関するさまざまな加工や評価を行える数少ない公設試験研究機関であり、加工技術や試験方法を提案していただくことで信頼性のあるデータを蓄積することができました。また共同研究をきっかけとして桐生産地の染色業者様や織物製造業者様とのつながりを得ることができ、そうした業者様にパイロットテストをお願いするだけではなく、さまざまな改良点などの現場の声を伺うことで開発の幅を広げることができました。最後に今後の取り組みについて聞かせてください。
この加工技術の開発により絹の濃色染色における色表現の幅を広げることが可能になります。最近染料価格が高騰していますが、濃染加工紙は染料の使用量の削減につながると期待できます。一方で染料濃度が高くなると洗濯や摩擦により製品が色落ちしやすくなることが知られています。色落ちしにくい濃染化技術の開発を目指し、さらなる高品質な絹糸を開発することで絹製品の需要拡大につなげていきたいと思います。花の内様、ありがとうございました。センターでは引き続き共同研究や製品開発の支援を推進してまいります。ご視聴いただきありがとうございました。